人よりも高収入であることは果たして本当に幸せなのかがわからないです。月収20万か月収200万以上のどちらが本当の幸福ですかということですが、これに関しては心理学的統計学的衝撃的な調査結果がダニエル・カーネマン博士という方によって、2004年に発表されたんですが、それによって同博士はノーベル経済学賞、これを受賞されました。それはフォーカシングイルージョン、幻想への集中、幻想への焦点化という意味です。つまり収入が増えても幸福にならないにもかかわらず、人々は収入が増えれば幸福になると思ってそれに集中している。幻想への集中、幻想の焦点化、フォーカシングイルージョンですね。前から言われてはいたけども、心理学的統計学的な結果ですから、でその後続々といろんな調査出るんですが、じゃあいくらぐらいからそうなんですかと。つまりですね、ちょっと端折っちゃいましたけど、当然ですね、生きるか死ぬか殺されるかっていうような感じで途上国みたいな状態でやったらそれは不幸なわけです。その人たちがですね、収入が増えて、まあ現在の先進国みたいな状態になれば、それはやっぱり幸福を感じる。しかし一定のその幸福を得たと、つまりまあ月収20万ってことは年間240万、今で言えば1万5000ドルぐらいの年収になると、それ以上お金が増えても幸福度が増えないという統計学的調査、これがあります。もちろんどのぐらい以上になったら幸福が増えないのかは幸福調査によって違っていて、もっと高い7万ドルぐらいだとか、日本の三菱の700万円ぐらいだとか、いう年収ですね、いろいろな考え方あるんですが、少なくとも簡単に言うと、健康で文化的な生活をすることを、その社会福祉によって保障している、つまりまあ日本で言えば生活保護制度とかありますね、最低賃金制度とかありますね、そこに至るとですね、幸福か不幸かはですね、お金ではそれ以上得られないということになるわけです。で、月収20万か月収200万かということにおいては、こういうことになります。つまり月収20万でも他の人の給料が10万円ならば、月収200万でも他の人の給料が400万円ならばどうなるかということです。もっと端的に言うと、要するにさっき言ったように、今よりもっと、他人よりもっと、これが現代人が幸福を感じるか不幸を感じるかの大きな基準になっていて、これを自己愛と言います。自他の優劣を比較しているわけです。ですから自分の月収が20万でも他が10万である方が、自分の月収がその10倍の200万であっても他人の給料がその倍の400万であるよりも幸福を感じるっていう心理学的調査、これがあるわけです。これが科学なんですね。いよいよ我々ですね、心も科学する時代になりました。どういった時にその人は幸福を感じるんだろうかってことを科学する心理学の時代ですね。幸福の科学っていうとなんか別の言葉になってしまうんだけど、そういう時代になって、で自分たちが思ってたような方向では幸福になれないよと科学者が言うと。そして人間っていうのは皮肉にもその幸福を感じるっていうのは他との比較であって、非常に不合理なことが起こるってことです。この30年間で、そう、より豊かになったし、より便利になりました。インターネットやパソコン、その他ですね。しかし、30年前と比べて先進国の人は幸福だという人の割合は増えていません。日本は減りました。日本でもより便利になったし、より豊かになったが、他国と比較して俺たち失われた30年ってことですね。そういったことでですね、このままじゃ1000年経っても万年経ってもですね、で給料が20万になっても200万になっても400万になってもですね、それは幸福になれないじゃないかと。そしてみんなが同時に幸福なことはできない、不幸になる人がいないと幸福な人が得られないという非常にまずい状態になってしまいます。といった意味では幸福の追求によって現代の人類は先進国社会主義、社会福祉国家において一つの行き詰まりを、錯覚による行き詰まりを経験しつつあるんだなってことですね。で、それに輪をかけているのが長寿化です。長寿化、人生が長くなったと。で、これはですね、喜ばしいことではありますが、同時に老後の不安っていうのが出てきてるんですね。で、なぜかというとですね、辛く長い老後になるんじゃないかと。それは言い換えると死ねない、
時代なんじゃないかと思います。で、ある知り合いのですね、大学の名誉教授2人は今うつ状態で、昔は輝かしかったわけです。今はもう年老いてるわけです、そこで何を求めてるかというとですね、安楽死の法制化、死なせてくれと。長寿時代は死なせてくれない残酷な時代っていうんだったら、まあ、科学技術の恩恵に恩をあだで返すような話ですけど、そんな時代にもなります。でもやっぱりですね、90超えると8割が認知症であると、老人性のうつその他もあると、モンスタークレーマー見たら感情コントロールできない、女の子のお尻を触ったり怒りが止まらない老人がいると、これじゃあ子供を貸してしまってるわけであって、その人間、老いてますます知恵豊かで、敬愛されてという理想から大きく外れちゃってるわけですね。ということで長寿化というのは人生の巻き組みの期間が長くなるというような感じなわけです。さっき言ったその老いて、まあ若者に迷惑かけて負けて、で疎んじられてるんだったら早く死にたいってことは逆にできないってことです。少し前は人類は勝ち負けが全てでした。戦争に勝って生き残り全てを取り、負けたら死んで生き恥はさらさなくていい。でも最近勝ってもですね、負け組を助けなきゃいけないんです。社会福祉国家ですから。負けても死ねないんです。生き恥をさらして生きていかなきゃいけない。でさらにですね、負け組勝ち組をあんまり気にすると負け組になるってことが最近分かってきました。それは負け組勝ち組でそれを気にするとストレスが強いから長く生きられないんですね。おまけに子供をたくさん産めません。自尊感情のために自分が産んだ子供が勝ち組になれないとやれない、やってられないから、教育投資をしようとするとたくさん産んだらできないんですね。ということでですね、でどれどうなるかっていうと、それに基づいて心理学者が予想してるみたいは、勝ち負けあんまり気にしない人が多くなる。なぜかと勝ち負け気にするのは長く生きられないし子供を産めない。勝ち負け気にしない、人が長く生きてたくさんの子供を産むから、その親の性格を遺伝的に受け継いだ子供は勝ち負けあんまり気にしなくなるんだとです。つまり競争社会っていうのは一見して、勝つことに執念を燃やす人で、負けることを嫌う人、これが成功するようで、それが度が過ぎるとですね、逆に負け組になってしまうと。その系統の人たちは短命で子孫が残らない、ということなんですね。競争社会こそそれを生き残るのは、過剰な競争意識じゃなくて助け合いの意識を持ってた人が生き残るということです。昔から、まあ、美空ひばりさんのですね、古い話になりますが、歌にもありました。勝つと思うな、思えば負けようってことですね。あまり勝ちたいと勝ちたいと思うとですね、これどうなるか。まず勝ちたいと思いすぎて負けたくないと思うと、負けると思ったら参加しません。それが引きこもりですね。私の知り合いにもっていうか相談を受けてもたくさんいます。人前に出ると自分がいたたまれなくて、負け分の自分がいたたまれなくて会えないんです。引きこもりニート500万人います。彼らが仕事すればですね、日本の GNP 上がると言われてます。これは経済学者のね、研究の結果でそういうのがあるんです。二つ目、それは勝ったふりをするってことです。これは大人の世界にも広がってます。ダイムラーだ、トヨタだ、不正をやるじゃないですか。あれは勝てれば実際負けててもいいっていうか、手段を選ばないってことです。でも長期的には負け組になります。なんででしょう。それは不正やったって実力は伸びないわけですからね。装ってるだけです。で3つ目はですね、社会に対して、まあ反社会的になります。すなわち自分は本当は勝ってるのに、他人はそう扱ってくれないと、他人のせいで陥られて負け組になって、それは陰謀論の人ですね。自分が不幸なのは、うだつ上がらないのは、凶悪がこの世界を支配してるからで、あっていうことです。今トランプ派の人たちがそういう考え、日本でもそういう人たちがいますが、そういうことで3つあるんですね。勝利ばかり求め敗北を嫌がると参加できない、チャレンジできないわけですね。負けて傷つくのが嫌です。2つ目、これは勝ったという嘘をついてしまうと、これは長期的には成長できません。で3つ目、この3つ目っていうのはさっき言ったように、その要するに陰謀論に陥って、被害妄想に陥ってしまうんです。勝ち組なのに負け組にされている。
そういう心の今、心の、まあ、要するに心と言葉の、心と言動の病気ですかね、これがなっているわけです。だ健全な競争っていうのは、勝利絶対主義の人はうまくできないわけですよ。逆に言うと、人類全体、今本当に最善の競争ができてるんじゃなくて、最善の競争っていうのは分かりやすくと、そのカードゲーム、トランプゲームとかを勝ったり負けたりしながら楽しんでやるじゃないですか。真剣に楽しんで勝ったり負けたりして、負けた、もう俺は終わりだって言わないじゃないですか、ゲームで負けた時に。そういう感じでやればいいんだが、そこまで楽しい、資本主義になってないんですね。楽しい資本主義は、目的はみんなが楽しければいい、みんなが成長できればいい、自分こそが勝たなければならないっていうんじゃ、本当の競争社会にならないんですね。あの良い意味での競争社会ですから、これは他への勝利がポイントなのか、それとも個々人が成長して、幸福になることがポイントなのかってところで、どうしてもまだ最初の方に勝利絶対主義に引きずられている。それはなぜか。人類は昔から弱肉強食、20万年30万年の歴史の中でそういうふうに生きてきたから、勝って全てを取って負けて終わりっていう遺伝子がバーンとまだあるわけですね。そんな太古の遺伝子がまだ続いてるんですかって言うかもしれませんが、皆さんはね、30歳40歳だと分かんないかもしれませんが、日本国というのは、そして世界全体は、今平和だどうのこうのって言ってるくらい、80年前までですね、我々のお父さんのお父さんぐらいの世代まで、宗教などを動機とした聖戦などと言われる国家間戦争によって領土を拡大して、勝って豊かに、勝って幸福にっていうのが国際社会の主流だったわけです。それが80年前ぐらいに核兵器、これが登場して、戦争に勝者がないと、勝って幸福になれないと、戦争の分野では。それにみんな気づいて、でちょっと価値観変わってきました。でも戦争の代わりに、じゃあ何が出てきた、経済競争ですね。経済競争で、つまり領土や領民を増やすんじゃなくて、お金を増やそうってことです。日本は大日本帝国の戦争、対米戦争で敗北した後に、リベンジを経済分野でかけました。で、見事に成功、高度な奇跡の経済成長です。で、今度またアメリカに取って代わって経済世界第一になろうかとするときに、バブルが崩壊して、失われた30年間になってきたわけです。で、しかしですね、ここに来て経済成長がその人々の、そして人類の幸福になるかということに関して、まあ人類の歴史の中で初めて大きな曲がり角に来たかなということが出てきてるわけです。まず心理的には、先ほどのように、その高所得になっても先進国の場合、一定のレベルに達しちゃうと、それ以上お金が得ても幸福にならないというのが出てきたんですね。なんで幸福にならないのか、まあ、いろいろありますけど、そう、ブッダが言ったのは、そういった我欲の追求はほどほどに、他と助け合う、つながり合う、愛し合うことによって人は幸福になるんだと。利他の実践をし、感謝が返ってきて、まあ、こういったつながりですね。他よりもっと、今よりもっと、他人よりもっとだと、関係は敵対的じゃないですか。そうじゃなくて、協調的、助け合いの方が幸福になるんだということなんですが、そういう心理的な面があるようだってことです。お金持ちがなんで幸福じゃないのかと、年収ある段階を超えるとなんで不幸、逆に不幸になるのかっていうと、孤独になってくるんですね。自分と同じような人がいない。で、自分のところに来る人は自分のお金を目当てに来ると、そういう感じになります。有名な言葉があります。ロックフェラー、たくさんいますけどね、世界の大富豪の一人はですね、そういう人でした。人生、金には何の意味もなかったと言って臨終の言葉です。その彼の死を看取ったのは20人のメイドで、まあお金持ちですから、ただ一人として臨終のところに付き合う人はいませんでした。彼らが関心があったのは、そのメイドさんが、ロックフェラーが銀行口座に振り込む給料であって、ロックフェラーじゃなかったんですね。そういった似たような話は、私の知り合いのプッチセレブの人からよく聞きます。お金持ちの孤独と。いうことです。自分で頼りもっとってことで競争してお金掴んだ人たちですからね。自分で他と助け合ってきたんじゃなくて、他に打ち勝ってきた人たちですからね。他人の見方っていうのは自分もそうだろうと思ってるのかもしれませんね。自分に対しても他人はそうだろうと自分の心の働きから思ってるのかもしれない。
そういったことでですね、孤独寂しさみたいな苦しみがあって、だからお金だけじゃ幸福は買えません。まあ簡単に言うと、幸福は真の愛の源となる、真の幸福の源となる愛というものを必ずしも買うことはできない。